<laughs> えーどうも、どうもジェルインです。どうぞよろしくお願いします。ということでね、完全に終わった。マジで。

もうちょっとで、新ンが来るというのに、くっそー <laughs> えー、すいません、ジェヌイ、ギブということで、もう完全に終わった、もうこれ、無理、もうこれは、もう完全にえ無理っていうことで、 もう絶対終わった、これ。マジで。もう、確実に終わったよ、これ、マジで。おー。おー。な、なんてこったい、これ。な、なんてこったい、これ。おー。な、まさかこんなことになるとは。まさかこんなことになるとは思わなかった。おー。ということでね。 まあ、あ今日、えー、うちの、スマイルジャパンが、まあ、出走したわけなんだけども、ま、あ確かにね、確かにそんなね、優秀な先生を収められるとは、そんな思ってもいなかった。うん。ただ、<laughs> ただ、<laughs> 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 まさか、 まさかこんなことになるとはっていう、本当に、マジで。おー。いや、もうほんと、ほんと終わった。完全に終わった。本当にありがとうございました。マジで。おー。な、なんていうことだ、これは。な、なんていうことだ、これは、マジで。おー。え二回続けて。た、たばー勘弁してよね、っていうね、これ。そうそう。もうね。マジで。いや、マジで。 やっちゃう。ここまで、ここまで、もう本当に、ちょっともう死んでしまうってう、死んでしまうよね、本当に。いや、もうね、違うんだよ。ここ待ってなきゃいけないんだよ。もうすぐ、シンバが来るっていう、マジで、おおそれ、耐えなきゃいけない時期なんで、マジで、もう言っていいもう無理。おもう、もう無理、これ。おー、もう本当に、とうとう、限界が来たようだ。 マジで、もうほん <laughs> もうな、なん、なんてことなんだ、本当に。マジで。なんてブレス病ってこれ。などんな病気だよ、それ。マジで。もう伝染するのかよっていうね、これ。おーああ、もう。な、なんなんだよ、一体本当に、これ。ど、どうしてこうなった。どうしてこうなったっていうね。お マジもう、いやもう、完全に、もう、本当、完全に今日は、完全に今日は、もう、とどめを刺された。え、もうギャグで馬主になるのをなんかやめよう。どういうことやん、それ。た誰がギャグでね、馬主やってるかっていう、マジで。いや、これはもっとね、人生をかけて、お俺の生きる意味お、俺が存在する意味が、馬主だよねっていうお、それでやってるんだよねっていう、マジで、そう、え、何ネッド、ヘッドの話はしないでよっていう、これ。 レッド話しないでねって言うね、これ。そうそういや、もうマジで。終わったこれ。完全に終わったよね、これ。マジで。おーおーな、なんなんだよ、いったこれ。えー、ジャパン、45秒2とか。来たことねえ、こんなの。1230なんですけどこ、これ。1230なんですけど、これな。上がりが四45秒ってどういうことだよ、これ、マジで。え、ジャパン、私は一生懸命走った。嘘つけ、マジで。も ど,どういうことこれ。いや、マジで、あのな、大体いい、えー、持ってるは4頭中、走らない、ぜほぼ走ってないんだけど、これほぼ全頭。そんなことってありえるのか、これ、マジで。どういうことだよ、これは、本当んとに。ただ、しかもな、もう言っていいマジで。 これね気づいてる人気づいてるかもしれないんだけど、言っていいこれ。マジで、もう本当に、俺はもう、これもう死をね、あのね、死を確実に感じた。おう感じた。マジでおう。完全に、完全にもう死を、死を感じた。おうう間違い、間違いないこれ、本当に。マジで。おうあ,あう本当にこれ、 どうすんだよ、これ、マジで。と、どうぞえ生産者、こんな束分売れて嬉しかった。勘弁してよね、っていうね。これ、誰だよ、帰って言ったやつ、マジで。出てこいよ、ほんとに。咲き上がって、ボケが。もう、かん、あったらこれほんと。もう、ど、う…どういうことっていうね、これ。おー。 もう勘弁、えおなんか手がどんどん上がってるんですけどって、これ。ほんと、マジ。プチコッソっていうね、これ。おー。ど、どう、どういう目をしてんだっていう、マジで、これ。そうそう、え元旦から。だら元旦からだたけた。仕事がないんで仕事が。おえ手当ても稼いで、これ。ちょっと勘弁して、よ本当に。これ。いや、言っていいこれ。ちょっとまだ気づいてない人に向けて言うんだけど、えー、読み上げます。兵庫県競馬組合、地方競馬、番組要項 ね、これ、平成24年度版。いいですか、皆さん。えーえー、その第3、出走申し込みまたは出走拒否。いいですか、皆さん。よく読んでくださいね、ここ。えー、第3の出走申し込みまたは出走拒否の、えー、2、番組除外のカッコ3、競争結果、次の事項のいずれかに該当する間は、その期間出走を認めない、えー、あ、タイムオーバー、えー、の え、ッコこえ、え、う、え、いいかあかこれ、あか次の制限タイムを超えた馬、1230メートル、1分25秒後はい、これ1分、もこれ1秒以上これね、全然オーバーしてるんだけど、これ。マジで。1秒以上オーバーしてるんだけど、これ。1.7、どう怒ったよ、これ、マジで。どう、どう怒った、本当とに。これ、これ完全に、完全に、もう、だ オーバーしすぎ。これどういうことやねん、これ、マジで。え、いいですか、皆さん。いいですか、よく考えてください。これね。えー、ジャパン、まあ、ブレス。まあ、確かに、着拾ってくれということがあった、ありました。でも、それ以上に、出走すれば、お手当ていただけますよね、と。それで、なんとか、なんとか、それで、で、それで耐えていこうと。ね、そうしたら、あの、なんとか、ムービーも帰ってくるかもしれないし、あの、シンバも、そのうち走るかもしれない。それで、俺は耐えていた。マジで。 いいですか、皆さん。これで、えー、ちなみにその結果、結果、えー、これはどこに書いてあるんだ、これ。あ、これか。うんえーえー、この、えー、どこに書いてあるんだ、これ。どこに書いてあるんだ、これ。あ来た、えっ、ー、と、だ、えー。4歳、4かっこ3歳以上の C3 クラス競争において、あかついに該当する馬および、えー、これ関係ないか。うんえー、馬については、該当出走日から、はい、えー、20日間は出走を見たくめない。来た、これ。 誰だこれ決めたやつ、マジでこれど。どういうことこれ。出走認めないとか。これいや、殺す気ですかみたいな、これ、マジで。どういうことこれ。えでそう、書いてある、これおう。兵庫県え、競馬組合地方競馬番組要項。もう終わった、完全に、マジでおう。完全に終わった。 おうもう、もうな、だ、ひたすらこれで、えー、えムービー、えジャパン、えシンバ、えこの、ひたすら、ひたすらこの、今、まあ、予託を、ひたすら払い続けるだけのもう人生みたいな。どういっことやねん、これ、マジで。ど、どうすんだよ、これ。おひたすらブレスだけで支えなきゃいけないんだけど、これ。もう完全に終わった。もう完全に終わった、これ、本当に。 マジでえスマイネル軍団のために大江大臣報酬。関係ないよねそれ。か全然関係ないよねまあ大臣で出てたしね。そうそうそう。まあ、それはまた今度話はしようと思うけども、そうそう。いや、全然知らなかった。29日に行った時はまだ大臣いたから。うん。ジャパンの横の横だよ。うん。たま、もうマジで、もうほっと終わった。これ。どういうことこれ、本当に。なんだこれ、1分25秒後で。なんの根拠だよ、これ。1秒7オーバーしてんだけど、これ。 マジで。もう頭来るな、ほんとマジで。もう、もうな、こう、いうことで、えー、もう本当に、まあこれでね、あのジェニー、えー、完全に終了のお知らせってことで、もう分かるだろ、これ。もう分かるだろ、これ。どう考えたって。無理に決まってんじゃん、こんなもう。おお、ど、何これ。えなんか変なの出てきた、これ。念のもの。 ジ,ジャパン20日間は楽。楽できるとか、マジ勘弁してよねっていう、これ。もう、これで、えっ、ー、と、2ヶ月間、ほぼ2ヶ月、二ヶ月弱。おうもう、えー、出走は全くできません。ひたすらお金だけを払い続けるだけっていう。マジで。え本当あらばらんでしょそうかもしれない、本当に。もうそこ、もうそこを疑うしかないっていうね、これ。おうそま、マジで、ニート増えた。どうすんだよ、これ、マジで。 な、なにこのニート軍団、ほんとに。ほうど。どうすんだよ、ほんとに。いや、ほ、マジで、もう、どうすんだよ、ほんとに。もう、金がないんだけど、金が。わかるだろ、そんなもん、これ、この状態。もう、どうなんだよ、これ、マジで。ほう。マジで。どうす、ええ、松野の所有はニート化する。どう、だ、好きじゃない。どういうことだよ、それ、好きって。好きも嫌いもないだろうっていう、これ。 おバカがマジで腹立つな、本当に。これ。もうどうなっちゃうのっていうね、これ。おうも, <laughs> もう、マジでこれ、ちょっと見る、これ。ちょっと見るっていう、これ。本当とにいや。コントロール、シフト、SC ってことで、これ。マジで。おこれ嘘ついてないよね、これ。見てくれよ、これ。ほら。 これ、ここ。ほら、見えるこれ。こっち、ピンとこれ。ピンとこい。あ、よっしゃ。これよ、これ。次の制限タイムを超えた馬。カッコ3歳馬単独競争を除く。1分25秒5。どういうことやねんこれ、マジで。これで、いい。 えー、3着馬から3秒超えてる。全然超えてるんですけど、みたいな、これ。全然超えてるんですけどっていう、これ、マジで。まったまくる、マジで、これ。で、次の馬は、え、タイムオーバーから、上半え、どれみたいな。え、出走知識のない、初出走。いや、違う。えー、B、えー、交流競争出走。いや、違う。えっ、ー、と、C、えー、競争中、馬体故障及び進路妨害通あこれちょっとなかった、これ。これちょっとなかった、これ、マジで。 この辺ちょっと競争、なんか故障とかちょっと妨害とかなかったこれ、なんか。ちょっとみんなこれちょっと探してみようみたいなこれ。おー。と、え、1.2秒だよ。1.7秒だろこれ。1.7秒。1.2秒か。ちょっと計算ができない。あの、1.7秒を超えている。おー。2秒か。おー。え、ジャパンの範囲。足は遅いからだよ。おー。足は遅い輪を買ってしまった。おー。見る目がないんだね、ほんとに。見る目がないとしか思えない、マジで。おー。 パカマジ。どういうことやねん、これ、本当に。くっそもう、もう本当に、ちょっと、もうど、もうどうすんの、これ。全然、どういうことっていうね、本当に。1分25秒5分のタイムオーバーを1.2秒更新。見たことないよね、こんなのね。本当に。マジで。ど,どうすんの、ね、みて。え、むしろ、まあ、それはね、結果、本当にね、それは俺がちょっと浅はかだった。 おうだから俺が1230に出してくださいって、旧社に言ってしまったばっかりに、まさかのタイムオーバー。おうむしろマイナスだったみたいなね、これ。おうどういうことやねんみたいな。えさっさと現実認めて自己破産を。だから自己破産したら生まれの資格取り上げられるの。うん。だ絶対、それはできない。おうもうそしたらもうし、そんなの死んだほうがましい死んだほうがましい。ばっか、マジで。もう絶壁壊したんやから、本当に。くそ。 まあ、あとね、こ、んかダラダラと書いてあるんだけどもこれもう <laughs> どうも <laughs> 友達に言ってちょっと寝るかなということで <laughs> もうな俺もうはどういうことなんこれマジでもう本当に <laughs> もう絶対これが…ちっちっちっこのキモいってこれなちょっと悲しみは雪のように悲しみは雪のように積もるんだけどこれあったまくるこれまじなんなんだよ一体これ少しはねなんかチェヌインターンちょっと可哀想だね私とワンセクありませんかあるかっていうねそれそういうのをねあってもいいよねっていうねちょっと。 パカマジでね、ちょっとこれ置いとこう。何なんだよね、一体って、これ。おー何か変態おじさんってどこったよ、これ。パカ。あったな、車じで、ね。ということでね、もう本当に、まあ、完全に、もう本当に終わったな。あーもうこれ、本当にダメなんだってタイムオーバーって、要はもう出るなってことだよね、これ。おーってうことでしょ、結局、20日黙っとけってことは、出るなってことでしょ、これ、マジで。 そういうことやろ、これ、何か、カスバルシって、もうそのままじゃんかよ、それ、もうそのままじゃんかよ、これそうそう、もうね、出るなってことでしょ、そういうことでしょ、だから、え、隠れた天才、まずだ隠れすぎだよ、もう、どこまで隠れてんだよって、これ、そうそう、うん、悲しいですけど、所詮、その程度の実力ない、だからそれを、それをね、だ出るなってことなのかと思って、もうもはや、もはやね、もうタイム、もうね、この20日間やめとけなんて、もうこれ死ぬしかないじゃんだって、どうすんだよ、彼は。 マジで。え大家ですけど、家賃滞納も限界超えてますので、20日間過ぎたら出て行ってください。いや、本当にそうせざるを得ない、本当に。お無理じゃん、だって。どうすんねん、これおどうか。どう考えたって無理じゃん、これ。おもうさ、えっ、ー、とな、なんぼや。えっ、ー、と、4等分よ、4等分。4等分だぞ、マジで。4等分で、唯一ねし、もう、もはや、いいですか、皆さん、いいですか、出走、まずね、もう。 成績を収める収めないじゃなくて、そもそも出走する権利を持った、もう出走可能な馬が4頭中1頭。で、その1頭が2位と。きた、これ。どう、これ。おえ全部引退させてシンバルにかける。だから、引退そんなね、そんな悲しい。じゃあ、その後どうなるんですかってかわいそうじゃん。おジャパンもブレスもかわいそうじゃん、ムービーだって。おうどういうことって、え距離持たないし、あっせうしてどうすんの本当だよ、俺が聞きたよ、だから。どうすんだよ、これ、マジで。おちょっとね、えビーン、どうしたうん。 え、瓶のマ奈さん、何してるのいや、わかんない、うん、知らないです、はい、そうそう、エ、うん、ニートたちの養服着、本当は月80万、これ、どうすんだよ、これ、おーま、本人たちのね、あの稼ぎで、なんとかなんとかっていうおー感じしてたのに、これ、どうすんだよ、本当にこれ、おお、過酷すぎるよね、本当に、過酷すぎるわ、こんな過酷なものなの、馬主って、まじで。 おうど,どういうことって、今日はペース早すぎたよね、ジャパンはレースさせて、いや、もう本当、レースさせてくれなかったけど、一緒に前に行った馬たちがね、まあまあ、でも、それでもタイムオーバーになってはいないわけだよ。お,うおちょ、もう、俺の馬だけなんですけど、みたいな、これ。おうどういうことみたいな、これ。そうそう、うん。えビーンのマルさんに何かあったとしか思えない。うわ、ちょっとね、わかんないですね。まあまあ、あのー、ね、個人的なまあ理由なのかもしれないけど、ちょっとわからないです。はい、そうそう、うん。え、かわいそう。 そうなんか言ってちょ、はい、おだかわいそうかわいそう,もうどうすんだよ、じゃあ、それは、買ってしまった責任っていうのは負わなきゃいけないだよわかるかいやあの、君たちはね、ちょっとまあ、分からないかもしれない、一応、俺、ばついちゃんで言うと、例えば、俺も子供いないけど、子供ができちゃったと、こ責任を取わなきゃいけないわけだよね。 そう,そうそう、ゴムつけませんでした、残念みたいな。おおだそういうことと一緒、買ってしまったんだ、これ、責任を取らなきゃいけないわけだよ、最終的には。おえ松の顔色変わったね、相性もうね、哀愁感じるよね、本当に。いや、もう本当、もう顔色も青ざめますよっていう、マジで。うん。もう無理だよ、本当に。そうそう、おえ松は2倍働かしかもうこれ以上無理お。もう、もうこれ以上ね、ど、もうどこまで働かすねんっていう。おおどこまで働かすねん、マジで。もう どう考えて,って無理俺だね、だからもう工場で頑張って働いて、で、帰ってきて SBO 作りました。でも SBO の稼ぎだって、限られてるんだよ、だって。おどんだけ頑張ったって、月10。SBO でね。一等分にもなんないんだよ、だから。マジで。無理じゃん、その、馬馬主業で身を滅ぼす人はいっぱい俺じゃん、もう本当に、もはや。おまあ、もともともう滅びかけてたけど、もう俺じゃん、これ。もう完全にもうこんな、こんなことってあり、だってね、もうちょっと救済とかないの、これ。 おこんなこんなんじゃ続,け続かないよね、マジで。なんなのみたいな。お父さんじゃないけど、お前のやり方は、えー、道楽でやってるジジイのレベルの馬主。どこが道楽やんだからど。道楽、命かけてやってますけど、だから、真剣にこっちは。とかち道楽とかやると、本当、二十つんですけどね、これ。そうそう。うえまだ馬主やってるのか、ふさろ。まあ、ふさろさんはね、本当、まあ、本人がね、完全にもう終わってるっていう。そうそううん えお前、眉毛、いや、眉毛、これから、まあ、いじりますけどね。全然、今はまだいじってないけど。うん、そうそう。え、あ、年賀状出します。まあ、年賀状、全然、あの、遅れてでもいいですけどね。はい、そうそう。まあ、ちょっと、あの、ポスト、ちょっとあさってないんで、まだ分かんないけど、なんかね、届いたらいいなっていうのは思ってます。はい。え、とりあえず、アイネスの、馬主の、アイネスアイネスなアイネス夫人とかそそうそう。まあ、ちょっと、古い話は分からないですけど、はい。もうね、とにかく、もうね、もうわ、わもう、あ、これは本当に、もうちょっと、 やばいなとまあ、確かにしょうがない、彼,まあ、彼は借りてくるんだけど、どっかからか、探して、これはやばい、この続いて、もうこれこんなことを、例えばね、これね、まあまだね、百歩譲ろう、まあ、ジャパンこれで20日経ってね、ねは出走停止期間終わって帰ってきましたと、これもう一回停止してごらんなさいよ、この次はなんとさらに重い刑が待ってるわけだよ。お第2行はね、そのまままたタイムオーバーに2回目になった場合は、え次は40日間。お で、さらに、もう一回、三回目は、六十日間。もう死ぬよね、これ。おうこれ絶対死ぬよね、これ。もう、そろそろ、この時期で、なんか気づかなきゃいけないよね、っていう感じになるのかもしれない、これ、マジで。おうそうそう、え、お前頑張ってよ、一頭って言わない。だってな、その手放したら、そう、どうなるっていう、その後、その馬は。 返そうだろうっていうね、それ、むしろ、馬処分して、給料 YBO で運用して、給料 YBO、ただ、まあ、その馬券はね、もちろん考えてはいるけども、ただ、もうちょっとな、もうこれ、もうね、本当にそういうリスクの高いところ、まあ、馬券もそうだし、ちょっとその何投資、投機も、まあ、分からんけど、本当、ちょっとやらなきゃいけないっていう、え、ジャパン休めるチャンスやん、チャンス、ピンチだよ、ピンチ、完全に。おど,どう考えて どうかも、本当ね、これ、考え、タイムオーバーって考えた人誰、誰みたいな、これ。おー誰と送って言うね、これ、マジでこれ。おーこれ読んでんだけど、これ、ほら。おーこれ、番組用語、兵庫県競馬組合、地方競馬。もうちょっと勘弁してよねっていう、これ、マジで。おーで、橋本みて、ちょ、はいはい。え、しんちゃんがどうなるって話 馬より人いや、だから、俺はもう本当にだ、だって、やらないんだったら、もう滅びていいよ、もう完全に。お破滅でいい、別に、そんなもんは。お意味ないもん、そんなもん。だから、俺はやり続けるけど、なんとかね、もう、これねどど、終わりなの、これ、だめなの、もうこれ、タイムオーバーなったら、はい、終了みたいな。おもう、だめみたいな、そんな感じも。おもう、これ、これでっても、もう出走できないの、これお。え、ぶっちゃけ今のままなら、お前、闇金で金借りてし、いだ,だから、借りて全然借りますよ、それは。だって、回らないんだもん。 おか考えたら赤いだろ、そんなもんだって、4頭いて、なんで1頭4頭打ち、出走、まずね、いい、出走可能な馬が1頭おで、その馬が2頭こんなん、回るわけないだろ、こんなもん、どう考えたって。上司で考えるなんかおかしいよねってっこと、なんか気づくべきだよねっていうね、ジエンド。まあ、そういうことです、本当に。そうそう,う。マグロ漁船乗るために体力だ。だから、ね、マグロ漁船乗ったら、馬見れないじゃん。もうそこもあるんだけどね、馬見れないどうどうすんねんみたいな、これ。 おうえ走り出すならコーチ、無理ならに行くしかないよ、馬主のリスク。だから、だからそれはもうコーチとか行ったら、もう完全にもう見てあげられないよねおも。見てあげられない。イコール、もうどういう状態になってるか全くわからないっていう。おうだそれはちょっと、なんか馬主としての務め、もうこれ、それは最終手段だけどね。最終手段はもう俺がもう本当にも大阪を離れて、もう働くしかないみたいな。もうそれはもう最終手段だよね。おえー、リアル馬主。 各馬出走停止あっ何これ各馬出走停止中とかとちょっと、そのままじゃん、これ。各馬停止中。勘弁して、本当にそうだもんだって、これ。おいや、でもこ、こう、なんこなんでこうなって、おかしいよね、でもねお。え、だから馬主をやめろって言って。だから、馬主をやめるって,って、だから、馬主やめないって言ってるん,んだから。おマジでえ、勝負は北山の馬で勝負したらジャパンかなんいや、だから、分かって、でもね、じゃあ、ジャパンどうなるんだよ、その後は。 その後はおう、引退した、どっか行ってしまうだろ、うそれは、だそこをなんとか、ね、ちょっとジャパンがいる状態で、なんと北北山が入ってきて、そこでこうそれで北山に支えるみたいな、そういうのをね、まあ、ちょっともう考えてたのに、こんなまさかね、出走すらさせてくれないっていう、そんな、そんなね、そんなそ仕打ちってありますかっていう、マジで。おえ勝てる 状況にうまだ,だって勝てない、コーチはあのもう、うち、拉致沿いが走れないから、1300メートルって千っ百1400ぐらい走ってるからね、あれ、1400いっ,ったらもっと1500とかお、持たないよ、だから、マジで、おえ待つのは顔、だから金がないって言ってるでしょ、おか金がない状況でも、だから出走すらさせてもらえない、今、まあか、まさに勝ってる状態だよねもう、ムービーがまさにもう半年以上勝ってる状態なんだけど、そそうそうもう調教すらしてないみたいなね。お こいつは本当にバカ誰がバカだよ、バカ野郎、本当に。バカっていう人がバカですけど。そうそう。えハゲてるから悪い。関係ないよね、だからね。じ、なんで俺の DNA の話をするわけだ。今、馬、馬主としてみたいな。そこっていうね。え、ペットじゃないか。いや、ほんとペット高。高級ペットだよね。しかも別に触,触ってるわけじゃないけど、ね、もどこにいるのかすら、まあどこにいるのかわかってるけど。うそうそうそう。だもうね、もうね、ちょっとこれはさすがに、さすがに、もうちょっとね、<laughs> えもうね、さすがにこれはもう、万事休すっていう感じがもうしてきた、本当に、まあ、こ,れこれはもう、どう考えたって、だって、出走できないってことは、ワンチャンないよね、俺ちょっといろいろ考えたんだけど、これ、ワンチャンないよなって思ったんだよ、これ、いや、出てればワンチャンあって、これね、いまあ、要は賞金持って帰るチャンスあって、もうこれ、ワンチャンないよね、これ。 おマジで。え今日みんな辛口。もうみんなっていつもだ、いつも。おいつも僕そう言ってるよねっていう。うん。え辛口が大舎でしたから当然だ僕。俺は北山がいいと思うから、ここでジャパンを嫌い。だから、ジャパン切ったらそのどうなるんだって、だからど、どうなってしまうんだっていう。お、もうちょっとな女。なんとかならないのこのタイムオーバーって。なんとか。 おえ決断が嫌なだけ。いや、決断が嫌なだけって、そ決断は嫌だよだって、そんなね、いや、本当にこれはもう終わりなのかっていう、おうマジで、えじゃこ,これで終わ,りな終わりなんですかっていう、おう福山がダマだったら面白い。面白くねえよ、何が面白いんだよ、本当に、ま。マジ、いや、あのね、人の命と馬の命がかかってます。わかりますか、これ。おう人と馬の 馬3頭の命が今、かかってる状態なの。これ、面白くもなんともないよね、これ、マジで。北斎も走らない、パティーン。なんでパティーンって、何、何語やねん、それ。タイムオーバーって移籍しても適用されわからない、そういうのは。まあでも、てか、移籍した瞬間に多分、もう、いろんなものがね、音を立てて崩れていく予感。うん。マジで。まあ、20日であれば、まあ、来月末ぐらいにはなんとか戻ってくる見込みだから、そこまでだったら、例えば多分、これ、もう一回なったらもう終わるよねっていう。うん。 マジでもう、え、切って嫌なら、お前の出金手当で買えばいいだろう、もう競争場としては限界だから、競争場として限界っていうから競争場として限界っていうのはな、勝ったじゃんだって、1回、勝った、だ俺の今回、だから判断が間違ったのは認める、だから1230がいいかなと、浅はかにね、思って、お願いしますって言ったら、そこがめっちゃ強い相手ばっかりで、んでボんボぼにやられたって、フルボッコされたっていう、そういうことなんだろ、結局。お そこね、そこ、なんかもう、ワン、これだ、ででもう出られない、これもう、その20日はもう、どう頑張っても、なんかお願いしても無理なの、これは。もう無理、これ。おマジで。うん、スマイルパティーン。だ、何語だよそ、うん、それ。え、実は競争場じゃない。そういうこといや、違うかな。だ、本当競争場、競争場。うん。サラブレット、だね、な、な、ん、なんなんだっていうね、これ。いや、こういうことって、 だもうねこれタイムオーバーってだからもうほんと出るなってことなのかな、これ。いや、これね本当にそうだったら、やっぱりそれは話をしなきゃいけない。おうマジで。 だこれはいやタイムオーバーですって言われて、ああ、そうですかって言って、すまあ、最初はね飲み込めないよな、タイムオーバーで、じゃあ俺がどもう堂々なんだって、そんな瞬時に飲み込めないじゃん、わかる飲み込めないでしょだって、基本的には。だってね、ねあーもしもし言ってあ,ーあの今回ちょっとタイムオーバーでしたみたいな、20日停止ですって言って、あーあ、そうですか。どっちか言いようがないよね、それ。おーマジで。首吊りまだまだ、あ、別に首吊るかもしれないけど、君たちも別に見せないですよ。おーそうそう無理でしょ。だから、だからもう無理ならば、それね、これって、だ よで、よくよく考えてみると、あれこれってもしかして出走できないこと、イコール手当も入らないこと、イコールこれ、お金どうすんのみたいな、これ。おマジで。そうそう、えこれ以上勝てるかどうか。あ、もうそこ行くおもうそこいや、だから俺は、もう究極論、もう、そのもうどうしましょうかっていうのは、一回その持ってった方がいいの本当に。いや、これ真剣な話ね。おマジで。えお願いして変わるならいい。 横作らだから、これね、ちょっと、これね、ちょっと、厳しくなくねみたいな、これ。分1分25秒5とか、1分、1秒2もちょっとオーバーしてしまったっていう、マジで。そうそうえ40度熱上があった、1週間後に全力で、全部能力出しきれなのか分かってるけど、でも、経済良かったし、元気だったもんだって。マジで、その他じゃ家賃が高いやろ。 そうだ、高いよ、家賃。多分ね、わかんないけど。ここは4万です。ああ、4万安いねっていう。そうそう。うん、ジャパン、散歩楽しかった。歩くなよ、歩くなよ、もう。走ってくれよっていうね、そこは。そうそう。お払いしてやよ、5万払えもう完全にこれ、完全になんか、この、悪徳商法みたいな。おいや、こうなんか貧乏人か金をかばってどうするんですかみたいな。そうそう。削りは良くてこれか。まあ、そういうことですね。逆に。だから俺が心配してるそこよ。うん。 毛づもよくて、まあ、そのもう完全に熱が出た翌日に見た時よりは良かったって、翌日見た時初めてジャパンが飯を残してたんだよ、べろってお。あれ食ってないなみたいな。そそんでそんででまあ こういう、こっまた一週間後訪れたら、普通に飯食ってて、元気だったから、ああ、いいかな、みたいな。うん、そうそう。え大臣と一緒に大いに出せばいいじゃん。金がだ大いで、なんでお宅クル上がっとんねん、それ。なんでお宅クル上げて、どそれ、どうなんねん、それ、逆に。そうそうそう。うん、こいつあと30分ぐだぐだこのまま引っ張り。だからね、別に引っ張るつもりがあるわけこれはもう本当にもう、これ、いや、現実を今ね、噛み締めてるところ、本当に。いや、俺だって、ださっきみたいに電話を受けて、じゃあね、これ、タイムオーバーですって言われて、あ、そうですか、ありがとうございました。で、終わるかっていう、そんなもん。お えみたいな。えで、切っか切るよね。で、切って、あこれもしかして出られないことっていうのを今、ざっと気づき始めたみたいな。で、あこれ終わったじゃん、みたいな。終わってんじゃん、これ、みたいな。で、終わってるの、これ、みたいな。そう,そういうのをきて、ちゃんとやれば。やってるよねっていう、これ。マジで。もうね、いや、これちょっと、あれっていう。 おうだじわじわ来て、だから今じわじわ来る。わかるかなこれだあの。だんだん今の置かれてる状況がじわじわこうなんか,ねこう分かってきている状況が今みたいな。そこなんでそようう。えタイムオーバー、タイムオーバーでさそうそう、気づくのがいや遅いのかもしれない。確かに。おうだか今、今まさに、あれこれ、もしかして俺、やばくなくねみたいな。おうじわじわ。そういう状況だ本当に。マジで。お だ,だからこれ、いや、これ完全に終わってるのであれば、これちょっともう本当に、やっぱり勝負、もう本当にもう、なんか賭けに出なきゃいけないっていう、おマジでおえ、スマイルタイムオーバーって名前同様、長すぎますね、それね、長すぎてちょっと発登録できないっていう,おそう,そうえ、見つめなきゃ、いや、だから本当に。 マジだ、だから、もうジャパンがちょっとしばらくもう出走出れません。ね。で、ムービー骨折。で、シンバー当然デビュー前。ね。で、まあ、ブレスだけでこれから支えていきます。おうん。これ。まあ、ブレス、もうご存知のとりニートですけどね。うん。もうこの状況って、俺ちょっとね、俺が冷静なのか冷静じゃないのかわからないけど、まあ、もしね、分かったらちょっと聞きたいんだけど、やばくなくね、これ。おうん。っていうことをね、ちょっとね。 聞きたくておう。2013。わかるここ。そ,だそ,こ,そこだよ、そこおえ。馬の髪を植毛する技術の開発と関係ないよね、それね。ななぜ急にまた植毛の話になったっていう、これおうそう。ブレスも次はタイム。いや、これ、ね、揃えも揃ってタイムもなったら、これはもう本当にもうあ、俺が悪いんだって思うよね、逆にね。おあこれちょっとなんかついとるわと。お そういうのはあるよ。おえ、お前が場所をもら働けばいい。だ働いてるよだから、めちゃめちゃ。おむちゃくちゃ、むちゃくちゃ働いてるよ。おうん。そうそう。だから、その上でもだよ。おまあ二24時間じゃないからね。おうん。人は、そうそう。おう1年以上前からやばいい。や、いや、別に今までは、ま、あなんとかいけてた。うん。まあ、要は、出てれば、ワンチャンあって、あとは俺がま、あ工場で働いて分、あとは s b で稼ぐ分で、まあ、なんとか回せないこともない。まあ、誰に勝ったら、その時は1回借りればいいと。いうのでやってたけど、だってもう、完全に出られないってことは、もう、あ そういうことですかみたいな。マジで。ほう。ほに。え、一昨年の夏から早いな、それ。早いなっていう。うん、そうそう。え、2013年始まって、そう、そう。2013年始まって、これがね、信じられないなこと、2013年始まって3日の目の仕打ちですかみたいな。ほう。マジで。いや、これね、ちょっと、さすがに、ちょっと2013年出だし不調すぎやしないかみたいな。まあ、もちろん、バゲモン外れまくったんだけど、おそうそう。え、 もうやうちょうして稼げ。どんな稼ぎ方ねその稼げるんだったら稼げ。そんなことね、稼げるわけないだろうっていう、そもそも。おお、マジで。え勝てなかったジャパン勝った時きは本当に感動したけど、この状況は想像して。いや、だからね、そういうことや。本当ね、だからあの、勝ったあの時のために俺は我慢してきたんだなって、そのね、ジャパンが発注した時思ったよ。だから、それをね、また2勝目、3勝目っていうのを目指すために、今やっているわけだよね。おお。<laughs> だからさ、もう、そういう状況の中で、<laughs> <laughs> そういう状況の中で、もうこんなね、もうタイム、タイムオーバーとか、もうこういう状況ってもうね、もうま、マジで、もうこれ、もうこう終わってないかみたいな、これ。もうん、マジで。だから、これ、もう、もう完全にこれ、<laughs> あ、<laughs> 終わってるよね、もうこれ。終わった。終わったなぁ。<laughs> <laughs> チャンスこれ死ぬためにこんなことがあろうかと勝手て打ったラストチャンス、グワーンよし、いくぞし、もうこれしかない、これしかない、もうこれしかないんだよ、これ、よしもう絶対、絶対当てる、よし、よし、もうこれしかない、もう完全に、もうこれしか、俺にはもう、 うまくはないよしよしおらよし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 あちょよし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 今あげるよしおらよしよし絶対絶対もうここしかないもうこの本当にこれ これで、これで高い、まさにこの日のためにあったよねみたいな、よしよしどんどん開ける、どんどん開ける、よしよしこれで、これで、いくんだよ、マジで、これで、絶対今回はなんと、えー、見てこれ、これ、えー、うわ、ピントはこれ。 ポイントこい,、えー、いやこれポイントこい今回はえー、すいませんえー、6億狙ってます連番ってことだよねもう間違い間違いない今回は<ー>間違いないこれよし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 絶対絶対当たる絶対当たるおし これでこん、よし、あちょっと破れた、ま、大丈夫か、よし、よし、よし、もうこ、こんだけある、こんだけ、こんだけある、こんだけ、おうこん、こんだけ、いや、バラが、バラが、えー、何枚だ、わからん、ちょっとね、バラもいっぱい、おうん、よし、ちちょ、ちょ、君らにバラに混ぜる、混ぜる、よし、混ぜるぞ、絶対いく、絶対ある。 絶対当たるこれよしよしよし君らになんかネタバレされないようにこれ絶対混ぜるよしよし,よしあいかんちょっと待ってウエスター逆になったちょ,ちょっと,ょっとっよしよしこれとりあえずとりあえずこれで、ね、よし,よし今ね今集めてます今集めてもう今今6億集めてます よし絶対当たってる絶対当たってるこれよし絶対当たってるよし絶対当たってるとしゃあもうこれ完、完璧よし完璧おうえ何かこれいやこれ当たるこれは当たるねマジでこれは当たる本当にもうこれね確信もうねやっぱりなとおお、ピンチの後にチャンスあり聞いたことあるこれおお、ピンチの後にチャンスありって言葉がありますねとおうわかるこれお だから、ここは、確実に、ピンチが来たわけだよ。ということは、ということは、チャンスありますねみたいな。よし。じゃあ今日はね、ちょっと、えー、まず、どっかで、あ、ちょっと待って、これ、その前にこれか。あのデス、これか。これに切り替えて、よし、これに切り替えて、えっ、ー、と、どうすんだ、これ。えっ、ー、と、宝くじ。 これで今から当てるから。うん、宝くじ公式サイトクリック。うん、これちょっとね、ゴミ。うん、こっから。もうな、ちょっと今、ビビるなよ、マジで。うん、マジでビビるなよ。本当に一瞬で決まるから。うん、一瞬にえっ、ー、とね、ジャンボ宝くじ。どれだ、これ。ドリームジャンねこれか。これだ、これだ。えっ、ー、と、これクリックできないんだけど、これ、うんクリ。クリックできないんだけど、これ。うんど,えー、どうなってる購入。どういうこと、これ。こえ 当選、あ、これ、え、当選番号確認、え、ちょっと待って、当選番号確認法、これあ、どうやって見るんだっけ、これどうやって見、え当選番号か、かあ、来た。もうこれで確実に、もう今回はもう本当に、いや、これ多分ね、流れ的に来てるんだよ、もう本当に。どこにあるんだよ、これ番号が。どこにあるの、これ番号。ジャンボ宝くじと、えジャンボ宝くじとた、年末、全国、ジャンボ、ジャンボ宝くじ。 当選を高くじ、ちこなんだよ、これ。どこだよ、これ。マジで。えだから、どこにあるんだよ、これ。え ?1 等以外の当選。ジャンボ高。どこにあるんだよ、これ。?2 億。違う。えジャン、どこ、これ。何がえもう隠さなくて4万。だから、だから、まあ見てみたらわかると、どこにあるの、これ。えジャンボ、皆様お馴染み、おなじみ。な、な、これ、ちょっと。 えホーム通常ブロックだ、これクリックできないんだけど、これ。クリック、これ2宝くじの当選番え、これ、あ、ちょっと来たなんか来たこれ。